はい、どうも石原です。今回の動画のラインナップはこちらです。新型 AirPods 第3世代って本当に発売はあるのか、そして iPhone 14になんと3つの素材のそれぞれのモデルが登場かというね、ちょっと興味深いリーク情報が入ってきております。さらには不吉な数字と言われている13なんですが、 iPhone 13というものに13というね文字が使われるのか使われないのかについてね、以前からも いろいろありました。で、今回新しくねリーク情報が届いた内容によりますと、その不吉な数字13がつくのかどうなのかみたいなところもね触れられていたので、詳しくこの動画でご紹介していきたいと思います。どうぞ動画の最後までご視聴ください。また、テック好き石原さんと Twitter を僕は運営しておりまして、こちらのチャンネルと合わせて iPhone 13とか Apple に関する最新情報を定期的につぶやいておりますので、こちらの Twitter もぜひフォローしていただければ、僕が発信するリアルタイムな情報もチェックできるので、このチャンネルと合わせて楽しんでいただけると思います。またこのチャンネルでは最新の iPhone の情報や Apple に関するリーク情報、さらにはガジェットレビューなどの動画を毎日夜8時に皆さんにお届けしておりますので、ぜひこれからね iPhone 13を購入しようとか iPhone 12を購入しよう、または最新の Apple の新製品の情報なんかをね逐一チェックしたい方は、ぜひチャンネル登録していただいて定期的な情報収集にお使いください。はい、では本題です。この秋、新型 AirPods 第3世代来るぞというね、話題なんですけども、こちらは海外メディアであるアイモアが報じた内容なんですが、Apple はね、その以前から、まあ、この秋に AirPods 第3世代を更新します、アップデートしますというね、リーク情報が流れておりました。で、これはブルームバーグのマーク・ガーマンという記者も iPhone 13のラインナップに合わせて AirPods 第3世代が発表されるという噂を逐一更新してきております。で、これは再設計された AirPods だと言われておりまして、この AirPods シリーズが発売されてから最も見た目上最大の変化があるだろうと言われております。そして AirPods Pro に似たようなデザインに AirPods 第3世代はなると言われておりまして、フィットネスとか健康に関しての機能がいくつかね搭載されるなんかの噂も数ヶ月前から報じられております。まあ、ただ健康関連のアップデートについては今現時点では可能性としては低くなっているという状況のようです。そしてその新しい新型 AirPods 第3世代なんですが、なんと8月から量産開始という予定になっているということなので、発表までの可能性はやはり9月が濃厚というね情報が書かれておりました。まあ、その新しい AirPods Pro は先ほどお伝えした通り AirPods Pro に近いデザインになると言われておりまして、このステム部分ね、こちらのステム部分がこのようにね AirPods Pro のように短くなると言われております。ただこの AirPods Pro の特徴でありますノイズキャンセリング機能とか外部音取り込みモードについては非搭載という可能性が高いと言われております。今ね、8月ね、ようやく入ってきました。で、あと残すところ1ヶ月ちょっとでもう新しい iPhone、そして Apple Watch、そして昨日の動画でもお伝えした新型 MacBook Pro、さらには AirPods なんかの最新型も発表されるということになってますので、もう今年の秋、まあ、今年の9月の発表はもうかなり大注目の発表になっております。はい、そしてここに来てちょっと気が早いですが、iPhone 14のね、情報もね、もう結構入っております、リンク情報が。なので、このチャンネルではね、定期的に iPhone 13の情報に加えて、iPhone 14の情報も少しずつピックアップしながらお届けしていきたいと思います。これは海外メディアであるデジタイムズが報じた内容なんですが、iPhone 13はもちろんまだ公式にもリリースされていません。まあ、噂の中の範囲、まあ、リーク情報の範囲なんですが、もう確実に9月に発表されると思います。僕はね、もう 100% iPhone 13が発売されると思っておりますが、この2021年の新型 iPhone の発表を待たずして、2022年の最新型の iPhone のリーク情報が入っております。最もね、注目すべき進化の一つとして、以前ね、動画でね、お伝えして皆さん忘れてるかもしれませんが、チタン合金の素材で作られる iPhone だと言われております。で、2022年に発売の予測の iPhone 14 は iPhone 12 から iPhone 13 の進化はその外観上はそれほどね変わりがない。まあ、カメラユニット部分が少し大きくなると言われていたり、ノッチがコンパクトになると言われていたりするんですが、 iPhone 12 から iPhone 13 の、まあ進化としては、まあ、外観上はそれほどないんですよ。ただ来年の2022年の iPhone 14 ではかなりフルモデルチェンジすると言われております。その中でチタン合金の素材のモデル、さらにステンレス製のモデル、そしてアルミニウムのモデル、
このね、3つの素材を使ったモデルがラインナップされるという情報が入ってきております。さらには iPhone14 はもちろんノッチレス、ノッチレスになります。そして画面埋め込み型のね、指紋認証なんかが搭載される噂なので、ここは非常に期待しておきたいと思いますが、 iPhone13 には、可能性としてはね、指紋認証搭載はないだろうという噂なので、指紋認証の需要がこの感染症拡大によって高まったこともあるので、来年ね、このね、感染症の状況にもよるのかなということなんですけど、実際にもうこの時点で来年2022年の iPhone14 の、生産のスケジュール、デザインのスケジュール、計画なんかがもう始まったと言われております。はい、そして不吉な数字である13という数字がね、その iPhone、新型 iPhone に使われるのかというとこなんですが、僕の YouTube チャンネルのコメントでも、定期的に皆さんがね、iPhone13 という情報を発信していると、iPhone13 って13は不吉な、アメリカではね、不吉な数字だから、使われませんよというね、コメントなんかもね、来たりします。不吉な数字ということはね、僕も認識しております。13というのがね、不吉なのはね、僕も知っております。ただ海外メディアなんかをこう、リサーチしていると、iPhone13 というね、やっぱりね、ネーミングが付けられていることが多いんですよね。で、プラス、シンプルに考えた場合、アメリカで13という不吉な数字だと言われていて、使われることがないとしていても、実際にその13という数字が使われているプロダクトがいろいろあります。まずね、エアジョーダン、バスケット選手のエアジョーダンのバッシュのシリーズに、13ありますよね。そして、そもそもね、iPhone にも使われているんですよ。皆さんご存知の通り。iOS13。はい、これ使われております。その辺を考えても、不吉な数字だからなしという理由ではないのかなと。そういう理由、理屈で13が使われないということはないのかな。9がなかったので、皆さん13という数字もね、その不吉だから使われないという可能性は高いんですけど、実際に iPhone が誕生して10周年ということで、8から次10周年なのに9っていうのもちょっと不自然だということで、その10周年だから10が発売されたということがあるので、もう9に関してはもう仕方なしということなのかと思います。なので気持ちいいナンバリングとしては10、11、12と来たら、はい、今年 iPhone13 ではないかということなんですが、もちろんまだ可能性としては iPhone12S が完全に消えたわけではないとは思っていますが、ここに来て新たに iPhone の名前についてのね、情報も入ってきましたのでご紹介したいと思います。これは海外メディアであるマイドライバーズが報じた内容なんですが、これフォックスコンの支配人である方が、スマートフォンの生産はこの間のね、先日の大雨なんかのね、影響は受けていませんよというコメントに加えて、生産も通常通りですよ。そして、新しい Apple の電話を今作っていて、近々出ますよということもコメントしたと言われております。そしてこの Foxconn は新製品のそのね、iPhone の最新モデルの在庫と大量生産に伴って積極的に労働者の募集をしていて、現在十分な注文とか大量の労働力とか大幅に不足している状況はあるとしておりますので、生産がね、大量生産開始されたんですが、やはりちょっとね、労働力的にもちょっとまだ足りてないかなというところがあるという状況のようなんですけど、先日ね、動画でも発信しましたが、初期出荷台数がアップルが想定していた台数より少しちょっと少ない可能性があるという情報がありますので、この辺がね、ちょっと影響しているのかなと思います。で、その新しい iPhone13 9月に、ね、リリースされると報告されていますが、その iPhone12 シリーズの7500万台の生産能力と比較して、 iPhone13 は今年1500万台ほど増加しているという見込みなので、需要はね、伸びていると言われております。で、そのフォックスコンが今現在、はい、ここでね、ちょっとね、名前の件についての情報なんですけども、すべての iPhone13 Pro Max、 iPhone13 の 68%、 そして iPhone13 Pro のほぼ 60% を含むビジネス部分では大部分を引き受けましたと述べましたということで、はい、iPhone13 を引き受けましたと。新しい iPhone というか、 iPhone13 Pro Max、 iPhone13 Pro の受注を引き受けましたと報じられてますので、名前がもうドーンと出てしまっております。で、その他にペガトロンなんかが全てのその iPhone13 mini をね、生産するとも言われておりますので、名前については iPhone13 と、もう確定的な、的なっていう日本語ないかもしれませんけども、確実に 95%、 99% に近いぐらいは iPhone13 が発売されるのではないかということになっております。
はい、ということで今後もこのチャンネルでは最新の iPhone 13の情報を9月14日発表の可能性が高いその日まで毎日お届けして、その後も iPhone 13のレビューとかおすすめの機能なんかもご紹介したり、または iPhone 14、iPhone SE 第3世代の新しい情報なんかも定期的にお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。